スタッツ発見動画チャンネルのスタッツです。この八王子市民球場では八王子高校対立川高校の試合が行われております。7回の裏の攻撃、八王子高校はすでに7点を入れておりまして、立川高校を無得点に抑えてきています。2アウトになっています。そして今このバッターが3ボールです。セカンドに出ました。アウト。これで八王子高校7点入れてますので、混同ゲームになりました。八王子高校の皆さん、おめでとうございます。7回までに今日のゲーム、八王子高校が雨がずっと時折降ってきた中、また今は雨がだいぶひどくなってきました。そうした中で八王子高校、おめでとうございます。八王子高校が7回持ってコールドゲームで勝ちました。おめでとうございます。立川高校を破りましてベスト16に入っていきます。大きな拍手が三塁側から来ました。おめでとうございます。八王子高校です。私はずっとこのところ八王子球場に来てまして、昨日は日大三高、そしてその前は八王子高校の応援をしてました。今日また八王子高校が勝ちましてベスト16に上がってきました。おめでとうございます。